グランプリレッドエッグの発表です。レッドアンダー35 2024グランプリレッドエッグは加藤正則さんです。加藤さん、おめでとうございます。どうぞ前へお越しください。グランプリレッドエッグの加藤さんにはこの3より認定賞とメダル、そして脇屋さんより賞金500万円の目録が贈呈されます。それではまずこの3からメダルです。ごめんなさい、すごくふわふわしてます。最終審査が僕5番目で、まだ終わった5人の中で一番最後に終わって、まだなんとなく気持ちも切り替えられてなくて、先ほど最終審査の振り返ったムービーが流れたと思うんですが、吉武さんに あまり伝わってこなかったっていう風に質問していただいたのがあって、僕の中でまだまだ最終審査を通しても課題があって、次に向けて頑張りたいなっていう風に思っていたところで、正直今自分でもびっくりしてます。当然レッドエッグは目指してきたんですが、びっくりしてます。そして何よりこれだけ多くの方が朝から、そして半年前ですかね、以上前から、それこそ1年前かもしれませんが、準備をしてくださって、この僕たちの5人のために今日やってくださったこと、そして審査員の方々もすごくご多忙な中、僕たちの料理を審査してくださったこと、すごく感謝しています。イタリアのレストランには1位にならなかったらこの期間の給料を全額お前払えよと言われている中で日本に来ました。なんとか給料を返さずにこれで済んだなと一安心してます。本当にありがとうございました。